解放軍法というのがあるんですが、こう言ってますね。絶対的優位の強敵でも弱い側が利用できる弱点を持っていないことは決してない、強敵の弱点を利用するための戦術を見出すことにより直接的に標準を合わせる必要がある、こういうふうに主張してるんです。だって第二次大戦の時見てください、日本をやっつけるためにアメリカの政界に画策し、ドイツから兵器や、作戦術を輸入し、軍事顧問団を受け入れ、ありとあらゆること、日本の味方であるはずのドイツからでさえそういうことをやっていたわけですね。中国を非難する前に、はい、我々これに対抗し、これを打破する、返り討ちにしてやるというね、はい、危害はもちろんですけれども、我々自身ちょっとマインドを変えていかないと、はい、我々少しいい子ちゃんすぎませんかね。ゲストコーナーです。本日は産経新聞政治部専門委員でいらっしゃいます野口博之さんにおいでいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう本当に皆さん待ちに待った安全保障読本ということでございまして、今月随分ちょっと後半になってしまいました。申し訳ございません。今月もまた皆さんに安全保障読本動画版をお届けしたいと思います。野口さんの 今月の その安全保障読本はですね、暗殺者の梱包計画の謎ということで、10月6日の産経新聞で発表されたものであります。とにかくその暗殺者の梱包ということで、これは一体どういう意味のことなんでしょうか。非常におどろおどろしいネーミングですけどね、はい、センスのほどは別としましたね、はい。軍に機密事項が多いのはこれ当然なんですね、はい。だから僕らメディアとの間でいつも摩擦は起きるんですけれども、はい、報道の自由を守ることは我々の使命ですけれども、報道の自由を守ってね、国滅んでもこんなちんけなことはないわけだね、はい。そこのバランスですよね。で、しかしながらその中国軍の場合はですね、やたらとベールに包まれてるんですね、はい。それが逆に言うと信頼情勢を損なっている、うん。我々の軍備はこうですよ、そしてそれを使う思想はこうですよっていう現代の軍隊っていうのは見せることによって偶発的なアクシデントを防ぐわけですね、はい。ところがそれすらもしない、秘密にしておけば、敵に勝てるんだっていう全近代的な発想が中国の根底にあるわけです。ああ、なるほどですね、はい。その一環としてですね、この暗殺者の梱包という、この計画があるわけです。私がこの計画に気づいたのはですね、1999年ぐらいを境として、はい、軍の機関誌、機関誌の誌は紙の方もありますし雑誌の誌の方もありますし、はい、ここにですね、頻繁に出てくる、来たんですね、はい。でどういう文脈の中で出てくるかっていうとですね、台湾有事、いわゆる、はい、中国が邪心を起こして台湾に、何らかの形で攻め込むと、はい。そうはさせずと、そのアメリカの空母機動艦隊、空母打撃軍、はい、戦闘軍がですね割って入っていくと、はい、かつてありましたよね、はい、台湾のありましたですね、選挙の時にですね、はい、96年あれがもうもっと激化した場合にですね、はい、台湾有事となるわけですけれども、そういうことを説明する文脈の中でですね頻繁に現れてきました。はい。であくまでも真意がわからないので、これ分析でしかないんですけれども、こういうことだと思うんですね。戦力とか技術力に優れた敵、うん、すなわちこれ米軍ですね、はい。この優れた敵に対する有利を戦力技術的に劣る軍、うん、すなわちこれ中国軍ですね、はい。劣る軍にもたらし、戦争の流れを変えることを目的に、強い相手とは異なる戦術で戦う戦法、うん、こういう能力を研ぎ澄ます計画だというふうに私は分析しています。なるほどですね。これを、うん、ご存知かもしれませんから、非対称、はい、対称ではない、非対称と呼びます。つまり、非対称には2通りありますけれども、テロリストが正規軍に対して挑む非対称もありますけれども、はい、私がこの場合取り上げているのは正規軍対正規軍、つまり横綱が十両とやる場合、はい、十両が横綱とやる場合に桁繰りをしたり、そういう何て言うんですか、相手に合わせないで、はい、相手の力をうまく
いなした上でやるという、そういう技ですね、非対称。結局その力と力の、その力のぶつかり合いを避けて、うん、そういうことです。ちょっとこう、あの技を引かせるという、そういう感じなんですね。そういうことですね、はい。だからただしですね、うん、そうは言ってみてもいかなる種類の兵器がこの暗殺者の棍棒であるのかは、依然として謎なんですね、はい。でただ、アメリカの国防総省が今年度に議会で提出したですね、中華人民共和国の軍事力というこの資料の中で、はい、こう言ってますね、新技術と改良、新技術とそして、はい、改良を積み重ねた旧技術、古い技術の融合である可能性が最も高い、はい。つまり今流行りのコラボって言いますか、コラボレーションですね、はい。こういうことだと思うんですよ。うーん、いずれにしてもですね、91年の湾岸戦争とか、それから99年 NATO 軍によるユーゴスラビアの空爆、はい、これを契機に西側の軍事技術に中国軍は同目しました、はい。そして非対称という戦術戦略を取らざるを得なくなったというところが現実でしてね、はい。この非対称というやり方を戦法をですね、戦略の柱の一つに昇格したところまでは間違いありません、はい。実際にですね、軍の機関紙紙の方ですね、解放軍法というのがあるんですが、こう言ってますね、絶対的優位の強敵でも弱い側が利用できる弱点を持っていないことは決してない、うん。強敵の弱点を利用するための戦術を見出すことにより直接的に標準を合わせる必要がある、こういうふうに主張してるんですね。なるほどね。で具体的にはですね、多分こういうことだと思うんです。例えばですね、米空母機動艦隊の射程外からの弾道ミサイルとか巡航ミサイルの発射、はい、つまり空対艦ミサイルとか艦対艦ミサイルですね、うん、そういうものの発射、あるいはですね、潜水艦とか機雷による海中からの攻撃、攻撃だけではなくて威嚇牽制、はい、つまり潜水艦が誘惑してたり、機雷が浮いてたりするとですね、そこの海域に米機動艦隊は入れません、はい。つまり時間がどん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 遅れていくわけです。なるほどね。空母というのは5000人からの人がいる、はい、1兆数千億という値段です。建造費とそれから艦載機を入れれば、あ、つまりそれが一隻沈められれば、ね、莫大な損害でアメリカの戦略に大きな影響を与えるわけです、はい。アメリカの戦略に大きな影響を与えるということは、うん、世界の平和が保たれないということになる、はい。だとするとアメリカはそこにオンボロであろうがなかろうが、機雷とか潜水艦がいればそれを駆逐するまでは絶対にその海域には入りません、はい。そうなるとどうなりますか、はい。うん、台湾有事で駆けつけてくれるはずのアメリカ軍は駆けつけられなくなって、中国軍の勝手放題になるわけです、はい。ですから攻撃だけじゃなくて威嚇牽制でも十分戦略的な意味があるわけです。なるほどね。これは戦術レベルの問題じゃなくなりますね。それからあるいは軍事衛星、通信システムの破壊、撹乱による、米軍の目とか耳の撹乱、封殺ですね、はいはい。それから、アメリカの軍事だけじゃなくて民間のコンピューターへのサイバー攻撃、はい、といったものが想定されてますけれども、このほかですね、金融インフラとか兵站への攻撃といった、はい、後方撹乱のための第5列ですね、はい、いわゆるスパイですね、いや特殊部隊も投入するだろうと言われています、でこのスパイや特殊部隊を投入するというこうした軍事的境界を超える作戦は、うん、のことをですね、中国軍は軍事理論上非接触、接触する、接触しない、タッチするの非接触、接触にあらずと書いて非接触というふうに呼んでます。